こんにちはじゃないいいじゃないかあ、そっか、いいか。今回はまあいいでしょ。ティアラチャンネル。皆さんこんにちは、アリサです。いいね、ねねです。今回はりんちゃんのポーチの中身紹介をしてもらいます。イエーイ。じゃあ水色で、ケアベアでちょっとぽっちゃりとしたクマちゃんたちがたくさんいます。かわいい。かわいい。今なんか流行ってるよね。ねえ、なんかさ、ねね夢かわっていう感じのイメージが。めっちゃかわいい。パステルカラーだ ね、好きな色。チャームがハートになっています。たくさん入ってるね。じゃあ下にかこってジェニーラップ。ジェニーベルって書いてある。ミラーです。ピンクです。結構大きいね。大きいです。ピンクです。大きいです。かわいいです。ピンクのなんか少し折れる折れる畳める。畳める。畳める。好です。使いやすそう。ピンク好き。はい。いいよ、うんって言って。同級生に入って言われました。次はアイシャドウです。ダイソーのやつだ。はい。ダイソーだよ。で、これ同じ種類のチークです。うん、かわいい。チークもそんなのあるんだ。使いやすそうだね。なんか100均って化粧とかね、結構いいよね。筆とかない感じってなるけど。これはリップです。不思議な形。不思議な形。不思議な。もリンゴとバニラの匂いがします。へー、ね、普通さ、ボってなってるやろ。ね、ボって。なんかこれ塗りやすそうな形、ね、なのにシュッてなってる。そう、こうやって雫ボンなのに雫みたいな。で、次はちょっと、ニコラのフルトです。かわいい。ペネも持ってる。ニコラのフルトかわいい。これなんて書いてる。で、次はなんかリップのクロスクロスです。結構入ってるね。あ、はい、そういうペン。ね、スティックリップ。スティックリップ。4本グロスです、ね、めっちゃ香水みたいでキラキラしています。かわいい。でもりんちゃんに。で、これはチーク用の。え、これハートになってる。ほんとだ。めっちゃかわいい。ハート。めっちゃかわいい。ピンクで、かわいいです。ピンク多いね。りんちゃんのポーチの中身はポーチも全体も可愛いし、うん、あとリップが4本あって、それにめっちゃ可愛いです。あと、うんうん、チークブラシかな。チークブラシもハートでめっちゃ可愛かったです。そう、なんかさ、バッグの中身もそうだけど、鉛筆とか、ね、なんか筆箱とか、ね、とかもポーチも全部ピンクで揃えてあって、めっちゃ可愛い。もう統一感がやばい。やばい。パステルが合うのかな。ねえ、ピンクが多いよね、うん。パステルピンクみたいな。めっちゃ可愛かったです。です。ということで、リンのポーチの中身を紹介しました。ぜひよかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。